広島カープ塾始めます。今日はですね、まあこのカープ塾だいたい年明けは順位予想から入ってますので、順位をちょっと考えてみようかなと。セントラルリーグを、そうですね、おさらいのためですね。私の方から去年2021年順位についてちょっと読み上げたいと思います。まあ忘れてる方もいらっしゃるかもしれない、まあ、1位は忘れてないと思うんですけど、1位がヤクルトですね。はい、73勝52敗18引き分けと。で、2位が阪神タイガース、77勝56敗10引き分けということでした。はい。で、3位が、巨人ですね、61勝62敗20引き分け。で、ちなみに、2位とは11引き分け。2位と1位ヤクルト、阪神はゲーム差なしでした。はい。4位は、カープですね、63勝68敗12引き分け、2ゲーム差ですね、3位というのが、はい、はい。で、5位が中日でドラゴンズ、55勝71敗17引き分け、5.5 ゲーム差ですね、はい、4位と、はい。で、6位が DeNA、54勝73敗16引き分け、1.5 ゲーム差ということでした。はい、それじゃあ塾長お願いいたします。はい。で、まずは私はカープは、優勝争い行きそうな3位かなと。ああ、やっぱりちょっとメンバー若いんで、はい、そこですよね。要するに、まあ今回の3位も要はどれだけ負け星、はい、1ヶ月半の負け星を減らせるか。そうですね。これがなければカープ4位とはいえ3位になれてる可能性がある。そうですね。岡田監督の時も1ヶ月で大きく負けてるんですね、交流戦の後の、うん。そうですね。だ、ここの負け星を、はい、まあ、どれだけ、うん、まあ、うん、今年も12回まで延長はないと思いますので。どれだけ、まあ、1位のヤクルトのように引き分けに持っていく、たとえ勝ち試合を追いつかれても負けない、で、負け試合は勝ち試、まあ、引き分けにだけ持っていく、まあ、必ず順位が高いとね、引き分けが多かったとは言いませんけども、やっぱり1位ヤクルトと3位巨人の18と20の引き分けってはちょっと目立ちますね。多いですね。目立ちます。結局、まあ、どちらかというとヤクルトは追いついた引き分け、ジャイアンツは追いつかれた引き分け。そうですね。とは言えても、やっぱり A クラスなんですよ。まあ、負けなかったと。徳田原に乗っかっても結局は、はみ出なかったジャイアンツの強さはありますね。そうなんです。カープははみ出たんですね、栗林が出ないときに、はい、そうですね、8回が、うん、はい、そうです。ここを負けない、要は見切って違う投手を起用する、はい、そうですね、はい。ここがカープは課題になって、じゃあ、はい、今回は1位から行こうと思いますけど、はい、1位は私は DeNA が行くと思うんですね。ああ、6位から1位に上がりますと。上がりますね。
これは圧倒的に、まず外国人4人、ソト、エスコバー、オースティン、ロメロ、うん、この4人が日本での経験がある。それと、ここ2年、3年の成績が安定してるんで、そうですよね。この数字は最低、まあ、オースティン、ソトは25本ぐらい。で80打点はするでしょうと、確かに最低って感じしますね。もっと打ちそうな感じしますもんね、もっと打つ可能性はあるけど、でもここを計算しとけばあとはなんとかなる、はい、エスコバーも基本的には、55試合ぐらい、そうですね、勝ちもするし負けもするかもしれないけれど、でも必ず投げてもらえれば、ある程度失点は2ぐらい、はい、そうですね。もうここがもう計算できるんですね。あとロメロもそうですね。去年投げてて、ある程度もう年俸も上げてますので、はい、そうですね。ここが計算できるということですね。なるほど。それで、ここに DeNA は太田泰治を取りましたので、あ、そうですね。はい、そうなりますね。ここですよね。あと FA 組をみんな、まあ、大型契約で残留してますので、はい、ここがもう全く戦力が違うんですね。で、2021年は、まあ、流行り病のせいで1ヶ月外国人いなかったんですね。そうですね、はい、そうでした、そうでした。出だして、はい、これは多分今シーズンはないでしょうから、まあ、DeNA ちょっとやっぱ最初の不調が、その外国人いないことによって不調が響いて、途中から戻ってきてたからね、強かったですよね。強かったですから、ここ、ね、やっぱり DeNA 内野がちょっと手薄だと、藤田も楽天から戻してますと、そうですね、でコーチ陣も、もうどうもヤクルトに近いのは、今シーズンは勝つぞ、勝つためのコーチ、だから日本一を経験したコーチを生え抜きながらみんな戻したんです、ね、そうですね、ああ、そう言えますね。で、三浦大輔監督が2年目なんで、まあ、これ、高津監督と一緒ですから、はい、そうですね、2年目勝負ですから。はい、あ、ここで言うと、この DeNA で、これ、多分これだけ揃っと、多分めちゃめちゃ負けた対ジャイアンツに対して、今年は勝敗がひっくり返る可能性もありますので、勝ち越すと、DeNA のが。DeNA の借金が貯金に変わるから、下手すると10ぐらい変わっちゃうわけですよね。そうですね、はい、プラマイが逆になりますからね。プラマイが逆になるので、はい、そうですね。そうすると、もう全然計算が狂ってきて、というか、もう DeNA にどう追いつくかっていう、そうですね、ジャイアンツは逆に言い方すると、ジャイアンツは厳しいですね、そのため。ジャイアンツは厳しい。稼いでるところから稼げなくなる。はい、そうなりますね。可能性がありますので、はい、ここが多分今年の DeNA は、そう簡単には負けないというか、優勝争いにまず絡んでくるかなと。そうですね。ああ。なるほど、なるほど。やっぱり計算できる外国人大きいですよ。やっぱり新外国人じゃないので、でね、カープも結局クロン選手とか新外国人がわからないから外れてしまったけど、DeNA の外国人はまずクロン選手のようなことにはなることが考えにくいですから、怪我以外。そうですね。まあ、クロン選手だって、まあ、置いといてね、しばらく使って慣れて、まあ、もし順応すればね、打ってたのかもしれないけどね。そのカープの負け星が5月の我慢したいときに負け続けましたので。はい、そうですね。
我慢しきれなくなりましたから、カープの勝ち星の方がね。まあ、それはそれで分かりますしね。ヤクルトの方は勝ってたから、外国人が打つまで待てたんですよね。ヤクルトも出だし2021年打ってなかったですもんね。外国人は打ってないんですよ。打ってないですよね。ただ、カープ戦で貯金を作ってたから、ずっと5割以上、貯金2とか3で耐えてたので、外す理由がなかったんですね、外国人。そうですよね。そこまでしなくて、そこまでシビアな状況じゃなかったということですね。これがヤクルトが、まあ、途中から外国人が日本に慣れて、はい打ち出して、はい、それこそ勝ち星につながる打点も上げ出したっていう。あ、なるほどね。これは当然だからどれだけ負けないかが大事になってくる。そうするとまず出だしからもう先ほど最初私が見た6位 DeNA っていうところからね、1位が DeNA ですからもう全然変わります。でもそれは2021年がオリックスとヤクルトが体現してるんですね、はい、そうですね。真逆でしたからね。真逆でしたから。でも選手の活躍も真逆でしたので、そうですね。まず1位が、DeNA と、ね、そうですね、はい、で2位が阪神、ね、阪神だと思います、はい、2位が阪神、変わらないですね。これは変わらないと思います。つまりですね、阪神は金本さんの最下位以外ずっと全体としてクライマックス行くチーム戦力で戦ってるんです。確かにそうですね。そうですね。でずっと5割以上キープしてるんですよ。金本さんの最下位の大負け以外は5割以上はキープして戦えてますので、ってことは優勝争いに近いわけですね。借金の人はマイナスからどう まずゼロに戻してから上ってことを阪神は計算しなくていいと思いますので。そうですね、はい。けども DeNA のように2位だったんだけど2021年は2020年、じゃあ1位 DeNA を抜かすほどはいかないと。あの、これはずっと阪神が、はい、優勝できてないのはそこだと思うんですよ。ずっと優勝争いまでしてるわけですよ。2021年だって首位にいたわけですから、優勝争いどころが首位にいたり、カープとの争いだって2ゲーム差になったり3ゲーム差になったり、一歩間違えば阪神だってカープの3連覇を阻止できたシーズンもあったわけで、でも結局届かないんですよね。これはやっぱり、まあ、あの関西大阪とも期待値が大きいと、で当然期待されてるのは分かってると、選手たちも監督もコーチ主導人もで、ゴール手前で、まあ、優勝の2文字がちらついてしまうとこう萎縮というか緊張してしまうということですか。そうですね。あとはですね、爆発的な連勝阪神がずっと取れないんですね。8連勝11連勝みたいな連勝って阪神ないんですよ。6くらい、6か7しかないんで、その分が届いてない感じなんですよね。それは強いんですけども、うまいみたいな感じですか。そうですね。爆発的な強さじゃないです。だから平均的な戦力は持ってますから、どっかに大きく負けることもないんですね。ところが、まあ、逆に言うと大きく勝ってたのに勝ち越したままいけない。要はカープに貯金6ぐらいまであったはずなんです。8月の上旬まで、結局貯金2くらいにまで
負けちゃうんですよ。はい、そうなんですよ、ね。だからヤクルトとかみたいに、まあ、カープもそうでしたけれど、叩いた相手には、例えばカープが、たとえ2位であっても、ジャイアンツから圧倒的に貯金したときには、叩きっぱなしでいくわけですね、シーズン。ヤクルトもそうですけど。そうですね。ジャイアンツもそうです。優勝したチームは、叩いた相手、順位に関わらず、叩いた貯金をしたかもと言われている相手に、絶対シーズン終わるまで、かもにしてるんですよ。うん、阪神がこけるんですよ。確かに僕カープ時期ですから、カープの立場に取るべきなんでしょうけど、今年2021年のカープに対して阪神結局21年は12勝12敗1引き分けと完全がっぷり4つなんですね。幼稚になったんですけど、それはもう8月以降で幼稚にさせられて、結局それがヤクルトとのゲーム差に、結局8月以降のヤクルトの有利な、あのヤクルトがうまく、引き分けも使いながら、外国人も使いながら、阪神に追いつかせなかった。いや、阪神の立場とすると、ヤクルトに勝ち越してますからね、13勝8敗で。とかヤクルトはジャイアンツにも負け越してますので。はい、阪神は、ジャイアンツにも勝ち越してますと。で、中日も昔で勝ち越してると。DeNA にも勝ち越してると。カープ以外全部勝ち越してると。なんだけど2位ですと。はい。それは、ちょっとずつ勝ち越してるんですけど、大きく勝ち越してないんですね。で、その前は大きく勝ち越してたから独走してたわけですよ。7ゲーム差ぐらいで。はい。それを削られるんですよね、なぜか、で、負けてたチームにも勝って、結局勝ち越しまで行くわけですね。はい、負け越してた相手に、ところが、負け越してた相手に勝ち越しまで持っていくと、はい、勝ち越してた相手に負けるっていう、この、平均化してしまう。変に平均化してしまうので、優勝っていうのは、どうしたって、どっかの爆発的な貯金12ぐらいまで行かなきゃいけないわけですよね。最終的な貯金としては、5ではいけないわけですから。じゃあ、コツ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 貯金じゃ、まあ、3位ぐらいにはなれるかもしれないけど、2位とかですね。優勝と思ったとか。優勝となったら、どっか頭一個、浮き出てる。はい、だから、どっか一個でいいから、はい、例えばジャイアンツに借金4でもいいから、例えば今回の最下位であった DeNA には貯金10取るとかね、ヤクルト。はいはいはい、まあそうですよね。この突き抜け感が阪神にはどうしてもないので、確かにですね。2021年優勝したヤクルトも最下位から優勝したヤクルトで言うと、どこから変わったかというと、17勝6敗で DeNA とかですね。13勝6敗中日、14勝8敗カープと。まあ、特に DeNA ですね。11個貯金作ってますからね。そうですね。これカープの3連覇がヤクルトから11個ぐらい貯金取っていくんですね、はあ。優勝というのはそういうもんですと。というのが塾長の原点です、ね。そうですね。ジャイアンツもそうですよ。2連覇した時も、ちゃんと貯金は持っていきますので。はあ、平均的に少しずつ勝っていけばいいというもんじゃないと、優勝するないですね。だから逆に言うと、勝ち越してるチーム、要は負け越してる首位争いのところに、エース級とか、はい、優勝争いだからいい投手とか、まあ、打線で組み替えとかではなくて、いや、もう徹底的に勝ってるチームに勝てるわけですよ。はい、だったらそこに戦力投入するというのも手なはずなんですね。中継ぎ投手陣も含めてね。ああ、そうですね。選手起用をバランスを取るんではなくて、はい、勝ちに行く試合を決める。
で、何らかの理由、まあ、プレッシャーで優勝から遠ざかってっていうプレッシャーとかね、あるかもしれないし、まあ、みたいなこと、戦略的なことを含めて、阪神はどこかこう平均的に鳴らしてしまって、結局2桁が2位でしたと。結局終わってみると2位でした。3位でした。ああ。一旦、じゃあ、塾地の方で1位 DeNA、2022年ですね。はい。2位が阪神。はい。じゃあ3位はどうでしょうか。3位は、だからカープ。カープですね。カープですね。これなんで3で3位か。これはね、どうしても1ヶ月から1ヶ月半の負け星ですよ。ああ。これはもう相手チームとか、交流戦とかどこではなくて、はい、セリーグも含めて5月のゴールデンウィーク明けから、交流戦が終わってくる6月の、まあ要は7月の前まで、6月の30日ぐらいまでの、この間の負け星が、借金4ぐらいで済ましてくれれば、独走までいけるはず、勝てるはずなんですけど。気候の問題と移動の大変さと、あとみんな当然、あの、鯉のぼりのシーズンまでだという、こう、揶揄され方は知ってるもんだから、力んでしまうんですかね、カープの選手として。そうですね。ああ。なかなか移動の問題とかが、まあそうですね、移動の問題が一番大きいのかもしれないんですけれども、でも今、ちょっと交通網の発達とかがありますので、うん、はい、そこまでじゃないんじゃないかなっていう、ちょっとそこが自分たちでも気にしすぎてるかなと。あるでしょうね。なんとなく鯉のぼりのシーズンまでって言葉は、まあ、みんな知ってるところありますからね。この辺があるんじゃないかと。で、そうですね。で、鯉のぼりまで負けていた方が、実はその後勝ってるんですよね。あ、そうですね。逆なの。はいはいはい。そうですよね。だから、こいのぼりまで、だから、カープはやってはいけないのが、開幕ダッシュをやってはいけないんですよ。ああ、そこにこう、要はそこに戦力投入して、勝って勝って、なんとか5割でいって、うん、さあっていうことが、カープの移動上とか、過去のデータ上で言うと、さあになってないんですね。うん。なるほど。もう5割ぐらいで、なんとかしのいでいくと。じゃあ、塾長から言い方変えてですね。じゃあ、ゴールデンウィーク前までのカップですね。開幕戦から。どう過ごすべきなんでしょうね。もし徹底的に使うんであれば、まあ、2022年、期待の若手と言われる人たちは徹底投入していいと思うんですよ。ああ、2020年、例えばドラフトの中村選手ですね、あの右の外野手ですね、はい、とかですね。あとは投手陣ですね。あと、庄司選手とか、投手陣とか。庄司選手とか、そうですね。例えば、これから活躍してほしい島内投手、コルニエル投手、はいはい、ここら辺も投入していいと思うんですよ。あ、逆に。だから、逆に中田蓮投手とか、もうこの人たちは、もう中崎投手も復活しそうです。150まで、うん、秋季キャンプは出たらしいですけれども、あなたたちの出番はゴールデンウィーク明けですと。そこに調整してくださいと。なぜなら、バテるぐらい若手は投げさせますので。で、そこで多分打たれ出すはずなんですね。打たれ出したところで、二軍でもう一度、体力のことなのか、技術のことなのか、鍛え直す期間を設けるわけです。じゃあ、例えば、ゴールデンウィーク前までに、例えば、意図的にですね、小林達人投手とかですね、こういう、まあ、期待された時代ですか、2021年、はい、達人出して、はい、こういうピッチャーをこう使ってみると、まあ、結果は出ないかもしれないけど、勝てないかもしれないけど。使った上で、
ちゃんと外すってことをしないといけないんです。はい、そうじゃないと、また6月とか後の方でもう使えなくなりますので。となるとですね、イメージとしては、開幕してから5月ゴールデンウィーク前までと、そこから以降ですね、まあ、なんかまるで違うチームというか、まあ、なんていうんですかね、2つのチームをこう作るような感じで、総入れ替えするぐらいの感じでも。総入れ替えをする感じで使ってって、その上で森下投手とかね、はい、大瀬良投手とか、うん、はい、当然栗林投手のように使えるんなら使えばいいんですよ。うん、その投手も立ちも勝てれそうだからといってあんまり無理させればいいってことですね。そうですね。ああ、そこら辺がカープの戦いだろうと。はい、まあ、そのところがどこまで、首脳陣ですね、新しい首脳陣増加中心としたできるかどうかは分かんないけど、まあ半分ぐらい借りに来たとして、まあ、3位ぐらいが妥当かなっていうのは熟知を。3位ぐらいが妥当かなと。で、8月ぐらいでちゃんとそこの戦えるとこであれば、この2年、はい、まあ大方監督以降も含めて、夏以降は勝ち越してるわけですから、うん、カープの勝ち星は。はい、まあ、優勝できるぐらい勝ってるわけですよ。8月以降の勝ち星は。下手をすれば。はい、もう2021年だって、後半強かったですからね。強かったですから。ね、だから、そこの、要は、夏場に失速するカープではなくて、うん、その前にどうするか。はい。そうですね。なるほど。そこら辺ですかね。そこら辺だと思います。ああ、そうすると、まあ、一旦、塾長の2022年の予想では、セ・リーグ3位は、まあ、一旦カープと。そうですね。ですかね。はい、はい。じゃあ、4位ですね。4位はどこですか、ね、4位はですね、結局、なんだかんだいろんな選手をかき集めて、ジャイアンツは4位までにはとどまるんだろうな。ああ。だん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 、こう、ジャイアンツ、もちろん若手も出てきてます。松原選手とかですね、外野の。なんですけど、まあ、高橋投手ですね、左の。出てますけど、全体としてなかった。年を取った選手がベテランが増えてきたなって気はしますよね。ずっと落ちてるんですよ。連覇の時だってやっぱり8月9月負けてるんですよね。うん、ですね。そんなに勝ってるっていうか、まあ当然ね、丸選手が復調したり、まあなんとかベテランが帳尻合わせた形では勝ってる感じですけど、帳、はいはい、尻合わせられないぐらいの年齢になってきてるんですね。坂本選手とか丸選手が。そうですね。まあ当然中島選手とかね。だからここがジャイアンツは梶谷選手取ったって言っても、伊能選手がいる。いや、名前はすごいけど、うん、やっぱり活躍できない。要は9人しか使えないんですよ。だから9人しか使えないのに使えそうな選手がいっぱいいても、うん、それって当たったらいっぱい勝ちますと、うん、だから下手したら1試合で大勝しますとか、うん、ははははね、1月で見たら貯金12ぐらいありますとか、でもその歯車が狂って選手起用が8月以降のジャイアンツのようにいろんな選手をこうやったらいいんじゃないかと組み合わせをして、名前も、その最近5試合のデータも見て組み合わせたって勝てなくなるわけですよ。そうですね。そこが難しいんです。要は別に20人いい選手がいたから20人が試合に出て、
打った人順にならないわけですね。打順も最初の9人の1番から9番は変えられないわけですよ。ああ、そうですね。いや、4番、岡本選手打って、なんか今日調子良さそうだから、1番に行ってくれってできないわけですね。そうですね。できないですね。代打で選手を変えるしか、はい、そうそうね、方法がないんですけれど、ジャイアンツはそこが最近、名前のある選手が多すぎるので、まあ、FA もそうですし、名前があるってことは、ある年齢以上ってことになりますからね。そうです。それで、怪我も多くなって、戻ってくるのに時間がかかりだしてるんですね。丸選手とか。そうですね。梶谷選手は結局戻ってこれなかったとか、坂本選手ももう143は、まあ、カープの菊池選手のようにもう使えないとか。ちょっとせっかくなので、塾長ね。ジャイアンツの野手ですね。ちょっと背番号中にちょっと読み上げてみた。あと年齢ですね。はい。00番、これ湯浅選手なんですけども、こちら21歳若いです。ちょっとそういう意味では対象外なんですけど、0番ですね。はい。浅田大輝選手。若いというイメージなんですけど、結構年取ってきて28歳です。はい。はい。でも29歳ですけど、井大観選手は背番号2、34歳ですね。はい。と出てないです。はい。中島博之選手ですね。はい。今39歳です。7月前なんで、はい、まあ、まだ39歳ですけども。坂本勇人選手、もう33歳なんですね。はい。丸義弘選手、32歳と。はい、亀井選手が辞めまして引退しました、9番ですね、はい、10番は中田翔選手、こちらも32歳と、はい、4月生まれなんで、もうすぐ33歳なんですけど、13番が、梶谷選手、33番と、小林選手が32歳ですね。はい、大谷選手が28、あ、大塩選手が28。岡本選手が25、これだったらまあ若いし、29歳、岡本29番だ、吉川直樹選手26歳、これ若いですねということなんですけども、前半読み上げたようにいわゆる名前がある一桁台の選手ですね。背番号が軒並み30代と結構年来てるなって気がしますね。来てるんですよ。それと先ほどの吉川選手とか、まあ、増田選手とか、はい、まあ、湯浅選手とかね、はい、名前若い人出ました、出ましたじゃない、はい、この人たち怪我でシーズン1シーズン出れないんですよ。そうなんですね。まあ、出てないという表現がいいのかなっていう、出てないですね。ここなんですね。そうね。若い頃の亀井選手がいっぱいいるみたいな若い選手たちなので、まあ、だそんな状況だからってこともあって、ヤクルトから広川大志選手取ったんでしょうけどね、24歳ってことですからね。なんていうの、まあちょっとなかなか、あそこでジャイアンツで一番人をはつらつとしてるのはウィラー選手ですよね。ウィーラー選手、はい、フィーラー選手も34歳ですからね。はい、だからもう32から34で固まっているチームなんですよね。ここに爆発的な連勝はないんですね。はい、そうですよね。ほとんど試合出てないですからね。そうだから年々ジャイアンツも爆発的な連勝がなくなってきてるんですね。そうですね、でした後に逆に連敗も多くて結局5割かなみたいな、まあ、うまく連敗を止めて、うん、はい、連勝も大きかったから貯金2ぐらい。はい、改めてウィーラー選手取れといてよかったんですけど、ウィーラー選手だなるのもどっか限界が来るでしょうからね。慣れない外野とファーストですから、セ・リーグで弱点がね、研究されたら、まあ、
どっかで。そうですね。特に、ドームの場合、人工芝なんで、どっかでウィラー選手も膝を痛めなきゃいいかなと、はい、あの体重なので。そうですね。はい。加齢もありますしね。ここが心配な面があるところですね。はい。そうですね。はい。まあ、そんなところもあって、2022年、1位が、DeNA、2位が阪神、阪神、3位がカープ、4位がジャイアンツ。ジャイアンツと。じゃあ2022年予想、5位はどちらでしょうか。5位はね、ヤクルトだと思うんですね。おー、これは落ちる感じですね、ヤクルトは。これね、村上選手が多分、落ちるというよりかは、今シーズンと同じ成績は難しいと思うんですよ。ああ。村上選手は本当にこう、順風満帆にずっと右肩上がり成長してる感じがありますよね。あります。はい。だから、2018年から山田哲人選手も落ちましたから。はい、1回 そうですね、それから戻してます、はい、と青木選手の年齢とか、うん、塩見選手が2年目のジンクスの問題があるでしょう。これまあカープ塾なんてそんなにねヤクルト選手を知らないということもあるかもしれないんで、ちょっと読み上げますと、村上はまず宗隆選手ですね。まあ、年度別で言うとですね、2018年からは、まあ、一軍出たんですけども、この時は0割8分3厘ということで、まあ、ほとんどね、6試合しか出てませんと。実際、まあ、スタメン化していくのは2019年、かなり我慢して使って、はい、2割3分ですね。はい。ホームラン、36本と。ホームランをつければ、守備とかちょっといろいろ問題があったし、まあ、も多いバッターでしたよと。2020年はもう少しこう洗練されていて、3割0分7厘と。ホームラン28本と。はい。だいぶ4番なんか持ち出したりと。はい。で、2021年、2割7分8厘ですね、去年ですね。はい。ホームラン、39本と。まあ、名実ともにですね、球界代表するスタートになってきた。もしくはファーストアウトという感じなんですけども。で、もう一つ、塾長がおっしゃってたんですね。塩見ですね。塩見選手ですかね。はい。あ、その前に、あ、そうですね。塩見選手ですね。塩見康隆選手、28歳です。はい。こちらは、こちらは2018年からです。はい。0割4分0厘という6試合だけでしたと。2019年も45試合しか出ません。1割8分2厘と。2020年が 2割7分9厘と。まあ、いいかなと思うんですけど、結局43試合しか出てません。179打席と。はい、で、ブレイクしたのが2021年、2割7分8厘、140試合と、ホームランが14本と、それから盗塁も21と、まあ、2020年の後半ぐらいから出だしたっていう感じですかね、塩見選手はね。そうですね。はい。それからもう一つ、青木選手ですかね、塾長がおっしゃってたのはね。はい。青木選手、これはもう皆さんね、ご存知の、まあ、ベテランとなりますけども、青木選手がですね、ちょっと待ってね、こちらもベテランですよね、青木選手は。ベテランなんで、試合数が多くないんですよね。ああ、そうですね。はい。青木宣親選手、もう39歳。1月5日生まれなんで、まあ、こちらをこう、もう40歳になりますね。はい。はい。はい、ということで、40歳のベテランですということです。
年度別、まあ、これは昔から言うとちょっと長いんで、ね、あれですけども、じゃあ、塾長が言うと、打席数で言うとですね、まあ、ヤクルトにも、まあ、大リーグ行ってきてから戻ってきて、まあ、2018年ぐらいからですかね、はい、これ2018年戻ってきたんですけども、127試合、567打席、3割2分7厘、さすが大リーガーという感じですけども、はい、2019年、2割9分7厘、134試合、565打席、これぐらいはないんですけど、ガツッとこう落ちてきたのが2020年から、3割1分7厘でいいなと思うんですけど、107試合しか出ないませんし、打数も425と。ということです。で、2021年、2割5分8、2割5分チャーチに落ちて、試合数で122、501打席と。まあ、出てはいるけど、ちょっともう、だいぶ、ホームランも2桁打てなくなってきましたし、まあ、盗塁なんかもですね、もう、ゼロです。はい。で、三塁だとか二塁だとかも数が減ってきてます。毎年で1本か2本。まあ、年によって5本ぐらい三塁打つんですけど、去年は2021年ゼロでしたということですね。まあなんか、年齢がだいぶ重ねてきた感じがしますね。はい、で、これって延長がないせいもあって、青木先生ずっと途中交代してますので。そうですね、これ延長があったときに、要は打席数、その分若手が入るはずなんですね、はい、ヤクルト。そうですね。だその分、青木選手いないのでっていうところ。うん、はい、うん。やっぱあと40歳だから打てなくなる、まあ、選手によって打てる選手もいますけども。一般的にやっぱりだいぶ落ちてきますよね。だいぶ落ちてきますというか、試合のその打席数を使えないんですよね。ですよね。多分3打席ぐらいまでだったらまだ3割近くも打つだろうし、まあ出塁もしてくれるでしょうけれど、うん、問題はそのまあ多分先発が大部分、もしくは代打1打席ってなってくると、はい、ヤクルトも1枠空いちゃうんですよね。そうですね。まあ、レフトですかね。あ、はい、そうですね。青木選手、2021年、打順で言うと何のことがあったんですか?2番とかですかね。2番ですかね。あ、2番とか6番ぐらいですか、ね、あ、だから3番に山田哲人選手が固まりましたので、ああ、ね、塩見選手が1番に固まって、だから2番が空いたので、青木選手の2番。ああ。で、3番山田哲人がハマったので、で、村上選手が4番。で、外国人が、はい、まあ、どちらかが5番。はい。そうですね。で、中村悠平。だから最初、中村選手が2番打ってましたから。打ってましたね。後半確かに2番中村悠平選手ってあんま見なくなりましたね。ねえ、もう青木選手も入れて中村選手を6番でポイントゲッターにして打点を稼ぎに来ましたので。ただまあ、2021年まではなんとかこぼした青木選手まで40になった。2020年からは厳しくなってくるんじゃないか。厳しくなるんじゃないかなというのは、もう一つはヤクルトは基本的に怪我人が多いチームなんですが、2021年は怪我人が少なかったっていう。そうですね。ヤクルトの問題は戦力ではなくて、怪我人の多さなんですね。そうですね。毎年なんかそういう感じしますね。全員揃うことがなかなかないチームで、揃えば強いっていうのを証明した2021年、そうですね、なんですけれども、結局ここがもうそろそろマクガフ投手4年目なんですよね。
ああ、そうですね。登板ももう毎回50試合、60試合投げてるんで、そこまで抑えで使えるのかなっていう。そうですよね。マクガフ投手もよく出てますよね。で安定した抑えではないですから。はい。ステン・マクガフ投手は2019年からヤクルト入って、2019年、防御率 3.15、登板65、2020年は 3.91、登板50と。で、2021年は 2.52、登板66と。まあ、何をもって登板肩なのかってありますけど、もう肩ですよね、これ。肩だと思うんですよ。2020年だって143ないですから、はい、50は投げてるんですよね。6月から始まったシーズン。そうですよね、はい。ここがですね、その、多分延長は10回まではやるんじゃないかなと思うと、1イニングないんですよ、ヤクルト。なるほど。なるほどね。あ、ピッチャーがね。石山マクガフで埋まってたけど、じゃあ7回。はい。10回の分がない。ないから、やっぱり9回で救われてますので。はいはいはい。なるほどね。そうですよね。その意味9回打ち切りには今シーズンはしないんじゃないかなと。あとはまあ今の悪行不在今野龍太投手とかも、ね、どこまでいけるかってありますしね。ありますから。だから実際問題、先発は若返ってある程度いけるとは思うんですが、問題目が来るとはまあ7回とか、まあ要は、そうですね。要は、2022年、まあ21年からですけど、5時開始とか4時開始っていうものがだいぶ浸透してるんですね。あ、そうですね。確かに。だからこれだと延長10回は入れてくるんじゃないかなと。まあ、引き分けが多いこととか、9回で終わらす良さもあるんですけども、引き分けがあんまり多すぎちゃって、勝ち星よりも勝率で当然ね1位を決めてる中で勝ち星が少ないのに、あまりにも少ないのに1位でいいのかっていうのは確かに残りますね。残りますので、ある程度試合時間も短縮されてますので、まあ、イニングのね、交代もかなり短くなりましたから、以前は結構 CM やった後でもまだ始まってないみたいな長さでしたけど、今はもうほぼほぼ、まあ、たまにテレビ中継見てると、もう CM の方が長くて、もう試合始まっちゃってるじゃん、もうツーアウトじゃんみたいな、こう選手交代の速さですので、なんか遅延行為とか、なんかノロノロ動いてることに対して、なんかこう、審判もクレームというか、苦言を言うんでしょうね、今はね。今、言いますし、まあ、ファンの方も、やっぱり今、時間に追われてる人も多いですから、やっぱり4時間はちょっと確保できないんですね、試合やるだけ。それ言いますね。なるほどね。そうですね。だからそこら辺で、まあ、要は試合、プレーの時間が長い分には何の不満もないと思うんですけど、プレー以外の時間が長いことに対しては、はい。やっぱり、良くない。で、まあ当然ね、グラウンドの整備というのはしっかりやって、怪我がないようにしてくれっていうのがあるので、我慢はできるので、そこの間のパフォーマンスはいいですよと。まあ、そういう中でね、じゃあ10回もやった時にヤクルトとしては
こう結構厳しい。1枚ないですからね、ピッチャー。ああ。で、さらにマクロフ投手が、かなり今まで登板方なんで、困りますよね、というところですよね。そうですね。そこでまあ、せっかくと言っちゃうんですけど、6位から1位になったんですけど、また5位に戻るという予想ですと、ジュピチョンとしては。そうですね。ですかね。わかりました。まあ、もう一回振り返ると、1位がですね、予想が、DeNA と、はい、2位が阪神タイガース、はい、3位がカープ、4位がジャイアンツ。5位がヤクルト、はい、そして6位とこれはもう消去法で中日にはなります。まあそうは言っても1位から5位は4ゲームか5ゲーム差ぐらいしか離れないと思います。ああ結構詰まってきますと。ええ、6位のドラゴンズはどうですか。もう6位のドラゴンズはもうそもそも立浪監督がどう野球をするのかなと。うん。どういう感じですか。戦力不足とか、戦力不足ですか。そうですね。もうそもそも外国人がビシエド選手とマルチネス投手しかいない状態ですよね。今計算できる。あ、そうですね。外国人。ビシエド選手もでもなんかまあ。大きな球場とバンテリンドームだと言ってもチーム最多のホームラン数が17本はまずいですね。要は名古屋ドーム以外でのホームランが打ててないんですね。そうですよね。全部が全部じゃないですからね。なので半分は外の球場ですので、あとカーブも通りねそんなできてないんで8チームと言えないんですけど、中日もこの1チーム1位が16と、これはいいんですけども、1位が大島洋平選手で、これ36歳ですからね、これでいいんだろうかってのはありますよね。そうなんですよ。で、中日は結局、大島選手、長田選手、高橋周平選手。はい。はい、だけなんですよね。戦おうと思ったときに。投手陣はいますよ。大野投手とか柳と。だから守れていけばいいんですけど。はい。でも、今の野球、まあカープもそれで苦しんでますけど、やっぱり4点をどう取るかなんですね。3人では勝てないんですよ。勝ってるチーム大部分4、3、まあ4点以上なんですよ。昔の野球を知ってれば知ってるほどある種のノスタルジーみたいなところで思い出もあってですね、走るとか機動力とか守りかすカープの、まあ、カープ以外もそういうチームはありましたけども、まあ、カープはそういった傾向はねあったのかもしれないけど、今の状況じゃ無理ですね、そういう野球は。無理というよりかはそれを使ってどう4点取るかなんですね。ですよね。だから4点以上を取るために、はい、何が必要かって言った時に中日が決定的にまずいのは盗塁数とどこではなくて出塁率が低いんです。ああ、もうそのタレントなところからないということですか。ってことは点が取れる可能性を4点以上取る可能性が一番低くなっちゃうんです。そうですね。そもそも5人しか出ないで4点なんか取るのは至難の技ですから、うん、それこそジャイアンツとか、まあ3連覇のカープのようにそれこそ空中戦じゃないと、うん、5人のランナーで5点4点はも出ないし、ホームランも出ないなんて、やっと虎の子のラーガンが出て、盗塁決めろと。で、昔と違って、クイックは、ピッチャー早くてですね、80年代とかのやつと違って。そうですね。
で、球は速い、キャッチャーのモーションも正確で、まあ、キャッチャーの肩のスピードが速いですからね、ボールが速いですからね、キャッチャーの。そんな中で盗塁決めろって酷な話ですよね。それはなかなか難しいと思うんですよ。だから柳投手の2点台じゃないと10勝は無理っていうことですよね。ですね、それを3人も4人も揃えるのかっていうのは、それまた難しい話ですね。そうですね。だから若手で石川選手とかね、根尾選手とか、もう若手に完全に切り替えて、ただその若手がホームランバッターではないようにしちゃってるんです。そうですね。確かにそうですね。そうすると、じゃあかといってこれらの選手たち、まあ、根尾選手なんか、石川選手もそうだしけれども、じゃあ盗塁をバンバン京田選手のように、大島選手のように鍛えて走らせる選手にするかったら、高橋周辺に近いですから、盗塁させるわけにいかない。盗塁をできるぐらいだったらホームラン打ってくれっていう教えをしないと、そうですね。いけない。いや、これは思うんですけど、本当に一緒の選手のね、17と、これ低いのは仕方がないとしても、その後ろにですね、15本ぐらい打ってるバッターが4、5人だったらまだいいんです、いいと思うんですよ。それはそれで。はい。まあ、頂上が低いっていうだけだって、こう、ね、他の2、3やらなそうですね。その次の2チーム2が木下拓也、キャッチャーですよね。これ11本ですからね。はい。そっからはもう8とか5とかですから、これ厳しいですね。これ、そうなんですよ。だから、結局、平田選手が使えるんですけど、そこまで多分まだ病気のことですので、うん、そうですね。期待するのは酷なんですよね。いや、厳しい。やってもらわないと中日は苦しいんですが、うん、はい。そうは言っても、もう大島選手をセンター、やっぱりかなり脚力落ちてますので、本当はレフト、まあ肩がある程度あるので、ライトぐらいに回さないと、一大事なんですが、センターが空いちゃうんですよね、中日も。そうですね。広い名古屋ドームで、経験値で大島選手、準備かなりうまいですから、はい。経験値でカバーするセンター、はい、もう身体能力のセンターでやっていかないと、うん、そうですね。しかし、こう考えると若い野手がこうあんま出てこないですね、中日もね。ドラフトで取ってるんですけど、高卒なんですよ。だから、あと2年ぐらいかかるんですよ。はい。まあ、2020年は、2年はね、塾長予想ではこれ6位と。まあ、実際2021年も5位でした。だ6年とか7年になったらすごく強くなるかもしれないってことですか。それを見越したようなドラフトです。野手は取ってるんですけれど、ただそこまで投手陣が持たないですよね。では、他のチームがそれ、まあ、4、5点取る野球のメンバーにしてますので。はい。そうですね。4、5点取るのを2点に抑えて、2、1で勝とうって言っても。実際、カープもね、鈴木誠也選手が大リーグの件がまとまって長打力がホームラン打てる。ずっとクライマックス行けなかった頃に近いんですね。ルイス投手とか黒田投手、前田健太投手、投手陣はいます。中日はやっぱりあれですか。やっぱり点が取れません。そうですね。なかなかこのイメージできないわけですよ。点を取るという。要するに残塁をいっぱいして、点が取れないなら、
打開策があるわけですね。そうですね。要は、あとは点取るだけだと。まあ、カープにも言えますけれども、ね、はい、残塁が多ければ点を取るだけにはできるんですが、中日はまず、塁に出るからスタートになりますので。じゃあ、本当に塾長が言う通り、コルビー・ルイス投手ですよね、ルイス投手とか、大リーグ前のクロア投手が、まだ球が速い頃の。が頑張った頃のカープに似ているということですかね。似てはいます。まあ一応ドラフトでかなり野手、外野が手薄なのが分かって取りましたけれども、これカープと一緒ですから、カープだってじゃあドラフトで取った、はい、外野手が活躍してくれれば当然優勝を狙うっていうのに近い、はいはい、戦力ですので、まあ、要はこの順位というのは残念ながら比較上の話なんです。そうですね、そうですね。要は、今回優勝候補に挙げた優勝だろうと言ってる DeNA と中日を比べたらやっぱり DeNA の方が勝ちそうですよという、そういうことですよね。こういう面で比べたときに中日が一番ちょっと、難しい。ただ7回以降の中日の勝率が一番高いんですね。そうですね、投手陣がいいということがあるんですよね、そうですね。だから7回以降の勝率は高いんですけれども、問題はその7回までどう、勝ち越した状態。はい、そうですね。今シーズンの方がよりちょっと厳しくなってくるのかなと。まあ、確かマルティネス投手とかですね、藤島健人投手とか、あとはそうですね、ソフエ投手とか、これは結構盤石ですもんね。もう後ろはもう盤石、まあ、先発もある程度盤石。あと福投手も夢に挙げ忘れましたけど、福投手もいますしね。いますからピッチャーはいるんですけれども、あとはアリエル・マルティネス選手を本当にキャッチャーを外して、はい、もう野手として鍛えた方がいいんじゃないかなと。そうですね、長打力がないですからね、5番としてね。あ、そうですね、やっぱり外国人キャッチャーリス、まあ、コミュニケーションの問題が出てしまいますので、はい、そうですね、そこを鍛えて上がると、まあ、中日としては活力があるかもしれない。立浪監督はどんな監督、どんな采配するかもしれない、読めてこないですね、まだね。まだキャンプをやった立浪監督自体ももうキャンプでどれぐらいレベルが上がってるかを見るしか、あとはドラフトで取った選手がどれぐらいやれるかっていうところからじゃないと、と中日はこの他のチームと戦うので、そうですね。そこが、まあ、見えてるのは分かってるはずなんですよ。立浪監督も7回までにどうリードするかは決まってるはずなんですけど、 その7回までに点を取るっていう方が、はい、そうですね、他のチームよりもね、他のチームは、まあ、今回1位から5位 DeNA だったり、阪神、カープ、はい、ジャイアンツ、はい、ヤクルト、はい、新聞記事上で必ず一月ぐらい、チャンスで打てない、どうにかしろっていうのが必ず批判に全部チーム出てるんですね。ああ、はい。残塁問題は出てるわけです。で、それをホームランで解決している順に上位にいるだけなんですけど、中日だけなんですね。ほぼほぼ残塁が多くて問題にならないのは。問題にはなるんですけど、他チームより少ない、はい、なぜ塁に出ないので、まず点取って塁に出てくれと。まあね、そうですよね。まあ、打ってるなってイメージがあるのは、まあ、
ビシエド選手と大島選手くらいですもんね、実際打つという、ね、そうですね、今シーズン、まあ、京田選手もかなり打つようになりましたけど、高橋周平選手がその分落ちましたので、ここがどうしても他チームとの比較だと、はい、ね、なかなかちょっと DeNA のように、B クラスから、はい、優勝争いまでのジャンプアップは難しいのかなと、ね、京田選手確かに塾長をおっしゃると思うんですよ、2割5分7厘でホームラン3本出た、これ出塁率が圧倒的に高ければ、あの3連覇 の田中康介選手みたいですね、見てればいいんですけど、結局出塁率は3割2分なんですね、あ3割2厘なんですね、そうですね、5分しか上がらないんで、1割ぐらい上がればね、3割5分とか1割ぐらい上げればいいんですけど、結局中日他が打てないので、マーク厳しいんですよね、そうですよね、京都選手だけの頑張りでは限界があるということですよね、そうですね、分散するように塁に出ることを考えていかないと、はい、まあなかなかこの比べた今の現状の戦力では厳しいのかなと、ああそうですね、これ塾長、これはまあ、今回ね2022年の準優勝ということをしていただきました。でまあ振り塾長今の現状の、ね、予想というのもまた変わってくると思うんですけども、一旦もう一回おさらいで言いますと、1位が DeNA と、はい、去年僕やった DeNA が1位になりますと、22年はですね、はい、で2位は阪神タイガース、それ変わらないと、はい、2位でしたと、で3位が4位になった、広島カープが3位になりますと、はい、で4位はジャイアンツが1つ下がって3位だったジャイアンツが4位になりますと、はい、で5位は去年1位だったヤクルトが5位になりますと、で6位は5位だった中日がゴンと、しかも結構5位と6位のゲーム差離れた感じのイメージですかね、こっちの方がちょっと離れるかなというぐらいですかね、そうは言っても中日と、ね、DeNA も結局 1.5 に縮められましたので、中日も、2021年が、はい、そうですね。なので、まあそうは言ってもね、そんなに5位、6位も5ゲーム、まあ要は1位から5位が5ゲーム差ぐらいで、5位と6位も5ゲーム差ぐらい、そんなにセリーグ、そうは言ってもズバ抜けた戦力で勝っていけないと思うんですよ。そうですね。あと、まあ、今の、ね、現状で見えてこない、まあ、キャンプの情報とか、あと開幕までにまだトレードもあるかもしれませんし、あると思いますし、新外国人もあるでしょうし、そうですね、まあ、あとは開幕に間に合わない選手も出てくるでしょうから、怪我の情報もありますよね、そうですよね、はい、ここら辺を見てからにはもう一度2月まずキャンプぐらいを見て話をして、はい、でオープン戦の前半ぐらいと、はい、あとは開幕前ぐらいに、その度の現状としての順位は、まあ順位というか、まあ各チームの分析を順位予想に乗せて話してみようかな。はい、わかりました。塾長、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、失礼いたします。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。